はい、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。ちょっと今日声がガラガラすぎる。そう、さっき無限がね、グラウンドのスポット報酬で無限がゲットできてしまったので、ちょっとやっていこうか。あ、ちょっとミツバチタイムスですけど、5ダイヤ支払って、2シート目に入りました。これをちょっと収めていこう。これも収めるか。よいしょ。で、メインタスク。メインタスク。で、ちょっとね、この壊れた、これ、蒸留機。ちょっと実験したいことがあります。先に修理していい？壊れた蒸留機、レベル4。これね、修理して、修理して、で、こいつも、これ合成できるんだよね。で、こいつも修理した場合なんだけど、合成できる。できる。は。というわけで、蒸留機レベル5が出来上がりました。さらに多くの水を浄化できる蒸留機。バケツを設置して保存容量を高めた。浄化された水は多いほどいい。だそうです。問題は、これもう捨てた方がいいのかな？いや、わからん。ちょっと待ってよ。とりあえずゴミを拾う。タスク完了。というわけで、キャンプ5日目ですね。ちょっと待ってよ、キャンプ5日目のパート2。公園の下側にあるゴミを整理しよう。へい。おん。お、シーダー、ゴミを噛んできた？おかげさまで仕事が少し減りそう。ありがとう。下の方のゴミは、ほぼ片付いたみたい。左の方のゴミも片付けよう。片付けてると役に立つものが出てくると思う。ワンワン。うん。問題はこれらを出すだけのスペースがあるかどうか。その麦わらシリーズをね、作ろうとしてさ、途中で止まった状況なんだよね、これ。じゃあ、ゴミの分別行ってみるか。これ。ゴミの分別。で？これはいらないか。一応置いとくか。うん。で、そうだな。整理する。石を取り除く。
意外とゴミを拾うがね、厄介だな。ミツバチタイムスも厄介だな。さて、ミツバチタイムスのアイテム、これを収めるためには、ちょっとこのままだと盤面が爆発する。よし、砂を払う。こっち。待ってよ。息をつく。一回売る。で、ゴミを拾う。これレベル4か。4だね。でもこっちは明らかに手袋出づらいもんな。ちょっと時間かかりそう。こんな時のためのミツバチタイムスだよね。ミツバチタイムスがあれば、今出ているこのアイテムたち、無駄になることはない。逆にない時だと、捨てる羽目になるかな、気がする。もしくは頑張ってノコギリまで使って、納品するか、ゴミを拾う。ちょっと整理を。整理をしていい？整理するつもりだったけど、あんまり良くないな。クエスト完了。オーガニックフルーツや野菜を購入してみましょう。はい。公園の左側にあるゴミを整理しよう。だいぶ片付いたね。これで公園のゴミは全部片付いたみたいだね。シード、まだ片付けるものって残ってるかな？あそこの枯れ枝を片付けようって？そうだね。それがいいと思う。もう一度片付けてみよう。ここさえ片付け終わったら、公園の掃除は一段落かな。本当にすごい。でもそんなに無茶なタスクもないかな。だいぶ公園のところ綺麗になったね。いや、公園このホース繋がっとるね、やっぱ。あ、こっち行ってこようか。個人での話。そう、いろいろ準備はした。写真も作った。よいしょ。というわけで、あ、これちょっと見とくか。写真レベル1。フィルムカメラで撮影した一枚の写真、大事な思い出の瞬間が切り取られている。収める。お？このやつ、全部僕の？そうよ。今日は支援してもらったおやつがいっぱいあるから、好きなだけ食べなさい。あ、本当？本当よ。新任の警備隊長さんからいただいたの。じゃあ、いただきます。いただきますね、だとな。お菓子がしけてる。ちゃんと封しておくべきだったな。子供の頃はこんなお菓子でも美味しいと思ってたけど、キャンプの備蓄はたくさんあるから、これは捨てようか。え？君が食べるの？シード。わかったよ。こんなのも喜んで食べるなんて、子供の頃の僕みたいだね。
ガツガツ。はは、よく食べるね。支援のおやつをいっぱいもらったとき、僕もちょうど君みたいに食べてたんだ。警備隊長とか言ってたあの支援してくれた人は元気かな。いつも防毒マスクをつけてて顔はわからなかったけど、生きていたら必ずお礼を言いたいな。名前でも聞いておけばよかった。登場人物がちょっと増えてきましたね。これはお菓子のマックスか。これですね。一応レベル4、甘いチョコチップが散りばめられたクッキー。甘くて柔らかくて自然と頬が緩む。一個じゃ足りないんだけど。で、レベル5、シリアル。シリアル一箱。ミルクをかけたら朝食にぴったり。もしミルクがなくても、そこそこ美味しく食べられる。うん。で、シリアルと、これですね。お腹すいた。そして、写真だね、また。え、何枚出る？これが写真レベル2。カメラで撮影した複数枚の写真。途中途中にブレた写真も混ざっている。で、写真レベル3。小さな額に収められた写真。写真を大事に保管できる。テーブルの上に置きやすいサイズ。じゃあ甘酸っぱい記憶。うん。あ、そうだ、これね。それぞれ、綺麗にした状態だとまたダイヤくれるので、これ忘れないようにしないとね。綺麗なジャケット、綺麗になった子供用のダウンジャケット。このジャケットがあれば、冬を暖かく過ごすことができそう。頑張って洗濯した甲斐があったね。そしてこれ。これは回収したんだっけ？あ、回収したっぽい。で、これは、まだ。綺麗なズボン。綺麗になった子供用のズボン。あちこちについていた土ぼこりを取り除いたら、まるで新品のようだ。いいね。綺麗なマフラー。綺麗になったマフラー。洗濯すると鮮やかな色が蘇った。もう首に巻いても大丈夫そうだ。で、綺麗な靴下。綺麗になった子供用の靴下。一生懸命洗ったら、臭い匂いがなくなってる。いきなり寒すぎる。で、おやつを分けて食べる。ちょっと待ってよ。あれ、カトラリーこっからじゃなかったっけ？あ、出た。トラディ出にくくない？こんなもん？出なかった。全然。うん。お菓子かな。洗濯しとっか。よし。で、おやつを出しておこう。これと、じゃあ4ついるのか。結構いるね。ネギ、3、4と。こんだけか。電話は、おもちゃの電話は OK。あとカトラリーだけだけど、これが回復しないとあかんね。メインの方行ってくるか。なんかね、5分とか3分とか結構短い時間で回復してくれるんだよね。これ受け取っとくか。これは直接入ってくれるの。
ちょっと待ってよ。どうせなら2シート目もクリアしたいね。ミツバチタイムズ。ハサミはまあ収めてしまうか。問題の手袋。こっからだよね。ドロップは。全部レベル3だっけ？結構大変だぞ。まず出にくい。第一条件として。うん。そっか、メインでもこの手袋使うな。ミツバチ。いや、ちょっと枝を切るをやらせてもらうか。枝を切る。うん。ミツバチ。終わった。あ、もう明日以降だ、これは。明日以降だ。シートと遊んでくるか？これと、酸素。ちょうどいいのが。よし。これで。もう一個上。スペース足りるかな？よし。シードと遊ぶ。あとは、休憩する。難しいだ、これ。あ、段ボールになってしまった。そこで、二箱目。これと、え、何をしまっとく？あの、倉庫に。倉庫にしまう。このよくわからん。充電コードみたいにしまっとくか。需要分かったけど、これは売るか。塩はいいかな。分からん、この辺の必要性が。そんなにいらない気もするな。じゃあ、また酸素だね。よし。休憩する。あと、三つ。結構上のがいるんだよね。どうしようかな。全くもって。待ってよ。手袋は待ち。どうしよう。盤面がとてもピンチ。とてもピンチ。いや、これ、厳しいな。厳しいな。あと、いい加減、インベントリというか、身請け取りから出したいんだけど、
出したいんだけどね。今の盤面だとちょっときついかな。厳しいな。乾電池もう一個あるかな。いや、乾電池出したとしてもだ。塩は売るか。で、これもまあ今、いいかな。売るか。ちょっと開けとかないとまたこいつが崩壊する。蒸留機が。蒸留機って基本壊れる前提なのかな？わからん。一個出してみる。いや。やめといた方がよかったか。いや、これも上のレベルのものがどれくらい求められてるのかわかんないんだけど、15まであるってことはさ、結構、多分いるんだと思うんだよね。違うのかな？とりあえず体力がなくなったしな、ここまでにしとっかな。じゃあ裏の、裏でこのミツバチタイムズはやっておこう。でもこれクリアしたら3シート目はやらないかな。日数がちょっとないので。というわけでね、時間、微妙だな。本当はもう一個ぐらい作っときたいんだけど、ノコギリ作るのがしんどすぎて、ちょっと置いてある。そういえば3分経ったか。3分経った。いるのは、体力がないな。カトラリーが全然出ないっていう現象が起こっておりまして。いるのはレベル3だよね。へい。あ、レベル、マックス作れる。マックス、子供用の食器、レベル5。フォーク、ナイフ、スプーンに、皿まで完璧な構成。もう、どんな料理でも、上手に食べられる気がする。料理が十分にあればの話だけど。とか、食べるものもちょっとこと書いとるのか。カトラリー出てよ。頼むよ。出なさすぎ問題。でレベル上げるのは次回にしとっかな。あ、そうか、これを、洗った後タップするのも、そっか、体力がいるのか。さっき無限の時にもうちょいやっておけばよかったかもね。あとの祭りというものじゃな。じゃあまあ、ちょっと今日はこんなところにしておこうか。個人の話はなかなか進まんけど。よし。というわけで、今回はここまでにしておこうか。公園の方は若干整理されてきたかな？なんかこの噴水につなげてるのもうちょっとこう、なんとかならんかなって感じはするけど。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。